どうもお世話様す。山口巌方言ロックアワー始まりました。天童のミュージシャン山口巌でございます。さてですね、ここのところお便りがまたものすごく増えてまして、本当にありがたいんですけども、しかし限りある番組の時間ではね、なかなか毎週ご紹介できなくて心苦しいんでございますけれども、今週ももう山のようにお便りいただいてますのでね、もうあれですね、今日はお便り特集ということで、ひたすらお便りを紹介していきたいと、思っております。で、あの頃の歌は先週ね、見上げてごらん夜の星をやりましたんで、今週はお休みでふと口をついて出た山形弁のコーナーね、各週で交互に代わり番号にお送りしたいと思います。で、先に業務連絡でございますが、いよいよ還暦コンサートね、山口巌コンサート還暦巌大勢祭り120までまだ半分ね、いよいよ迫ってまいりました。11月25日26日日曜日ね、ということでチケットはほぼほぼ売り切れなに近いんですけども、いろいろと今回の指定席、全席指定でやってますんでね、いろんなプレイガイドと、あれですね、とさりの窓口の分とかですね、そういうのをちょっといろいろ丹念どっからこっちは持ってきたりして、いろいろ調整しまして、わずかにチケットが出ております。というかで、今日この番組を撮ってるのは13日の月曜日に撮ってるんですけど、今見ましたら今日の段階で、ね、13日の段階で25日土曜日の方が、ローソンチケットまだ若干出ておりますね。で、ローソンチケットは11月26日日曜日の方は予定枚数終了になってますけど、ローソンチケット多分もっと一桁ぐらいだと思うんですけど残っております。で、東総アリーナ窓口にはちょっとまた他の、残ってるものを、追加したりしまして、東総アリーナ窓口13日月曜日現在はですね、25日分がわずかにある、おそらく一桁前半ぐらいかもしれないですけども、そして26日日曜日分は他のプレイガイドなんかからちょっと、持ってきましてですね、多少今あります。ということで、あと今回指定でやりましたんでね、全席ね、ポツポツと1名様分だけなんか空いてるとこがあったりとか、2階席とかね、わずかに両日ともありますので、ぜひ天童八文字屋さんにもまだ多少あるんじゃないかと思いますけど、いずれにしてもほとんど、完売に近いんでございますけどね。一番確実なのはな、東総アリーナさんかな、東総アリーナさんね、に問い合わせてぜひ、よろしくお願いします。ということで、毎回ねお便りをたっぷり紹介やってても、まだ3分以上喋ってしまいましたけど、まずじゃあちょっと先月分ねいただいた分からいくつか紹介していきましょう。村山市のね、雫だよさん、久しぶりです。昭和小僧聞きました。久しぶりにお笑いした。いつものドンキーさんもおとなしかったということでね、昭和小僧先月、2週分ね出させていただいたんですけど、たくさんお便りいただいたんですけどね、ちょっと紹介しそびれておりました。ごめんなさい、ありがとう様。いつも県外で聞いてらっしゃる山形人ね、東京調布市からサクサクさんですね。この間はですね、励ましの お言葉をいただきありがとうございました。土地家屋調査士試験は残念な結果となりましたがね、だって諦めずに来年頑張ります。また司法書士の資格も取得したいので、現在通信講座で学習中ですというね、ことで26日のライブ楽しみにしておりますということで、あ、東京から来てくださるねということです。いや、なかなか資格試験というのは、私資格というものはもう普通免許しかないですからね。でも私普通免許って普通というか、なかなか卒検って落ちませんけどね。私19歳の時に、東京の調布自動車学校で免許取ったんですよ、俺。その辺に住んでいたので。はい。で、卒検に、俺確か2回落ちたんですよ。はい。いや、恥ずかしいので、これ、内緒にしてたんですけど、19歳の男子が、普通免許の卒検に2度落ちるっていうのは、珍しいよね。なんかケアレスミスだったんでしょうけどね。でも私ね、恥ずかしながらっていうか、例えばね、
あの子供の頃に数学の問題とかでなんとかちゃんが、例えばお姉ちゃんと妹が何か買い物に行きましたと、何かをね、で、何か買ったんだけど、例えばあのみかんかなんかにしましょうか、確か小田の話だったと思うんだけど、でお姉ちゃんはみかんをいくつか買って、妹はみかんを途中で落としてしまいましたと、何個か2つ落としてしまいましたみたいな話だったと思うんだけど、問題で、でお姉ちゃんは8つ買って、妹は6つ買って、妹は2つ落としてしまいました、さて家に着いた時みかんは全部で何個あるでしょうっていう問題が、そういうそだな感じの問題あったのよ。だとね、山口少年はね、単純にああじゃあ8プラス6引く2だから12とかって考えなかったんですね。え、2つ落としたのが、ああ妹ね、なんとかちゃんごしゃがんねけべがって、あの怒られなかったかなとか、あかわいそうにとか、落としたことに気づいてね、みんなに責められたりって泣かなかったかなとか、そういうことを考える子だったんですねやっぱり、はい、詩人ですから、はい、だから多分あの免許の時の卒検もその何かにはまったんですね、きっと。ここを殺出してなんとかの時はどうなりますかみたいな時、いやー多分何か忘れ物したか、なんか事情あったのかな、なんかね、あの考え事してたのか、それは何だったのかなみたいな、いやこれマジでね、私そういう傾向にあって、でもそういうところから作詞が、歌ができたりするんですよ、本当にこれはね。ということでサクサクさん、いや必ずそういったね、失敗の、これ番組でも何度か言いましたけど、人間失敗から学ぶことがほとんどですからね、人生はい。でこのさらなるその1年の準備で得る知識っていう、1回で受かっていたら、やらなかった勉強、そういうことが必ず何十年か後とかに生きてきますから、はい。ということでまだ自分の話もベラベラしてね、やなら今日お便り大特集でいきたいと思います。最後までよろしくです。はい、エレキギターでチェットね、 SS サウンドステッカーって言いますけどね、最近ね、作ってみました。ならね、お便りどんどん紹介していきます。少し、前のお便りから紹介していくので、あのね、お便り送ったことすら忘れてたっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、すいません。本当嬉しいことなんですけどね、なかなか毎回全部紹介できなくて、村山市のくるくるクイーンさんからはね、早口言葉、時々思いつきで、あの早口言葉を、あこれ早口言葉みたいだねなんていうことになって、そうするとあの門田アナウンサー、ね、この番組のディレクターでもある門田ディレクターから、まあ、プロのアナウンサーとして、あのこういうのもあるよなんてご提案いただくんですけどね、僕ボブと、僕ボブ、僕ボブ、言えた、僕ボブ、あ今言えましたね、ちょっとね、に関して、僕ボブやんねえ、やんねえ、言えないっす、ね、ということで、ところで門田さん、録音風物詩で最優秀賞おめでとうございます。ちょうどニュースで知ったっけっす。ああ何だって、すごいにゃーということで、全く面識はないゲット、ラジオで毎日のようにお声聞く人、勝手に親近感持ってしまう、そして、ついでに検索してみたら、プニュンプニュンの作詞作曲門田さんだっけのかということで、門田さん自体が早口言葉ですよね。門田さんってやっぱり東北人にはちょっと言いにくいのかな、門田さんを使った早口言葉、門田さん、角を曲がってなんとかみたいな早口言葉になりますね。じゃあね、門田さんあれですかね、プニュンプニュン作詞作曲されたってことは、ギターも弾くんだからね、ギターの話をしたことはないですけど、もしかして年代的にはね、やっぱり我々ぐらい前後の年代っていうのは、もう中学校ぐらいでみんなね、ギターを触った世代ですからね、今度その話も聞いてみたいと思います。あとはね、クロちゃんママさんからは、この間の岩尾さんの話聞いていたら、なだこぼったぞ、なだって言うんだね、やっぱり涙のことね、なだそうそうと同じだね。これはあの私がね、母親早く亡くなったんですけど、もう30年前ですね、俺30歳の時母親55だったんだけど、がんが見つかって、もうあっという間でね、あと本当に何週間なんていう宣告されて、その時にね、最初に思ったのが、ああそんなことなら高校の時3年間弁当あの食べ
食べ終わった弁当ポンポエンってね置いてただけで、自分で洗えばよかったって、母親の人生がこんなに短いと分かっていたら、毎日弁当、せめてあの弁当ぐらい自分で洗っておけばよかった、あれは母親の人生の大事な時間だったんだなってことを最初に思ったっていう話をしたらことでね、いろいろとお便りいただいたんですけどもね、思いやりのある親孝行の息子、お母さんは天国から喜んで聞いたぞ、それに比べたらおらえのバカ息子さ、爪の赤を煎じて飲ませ大事だって、でもねえのよ、こいつは俺は今30過ぎて母親のがんのね、あの宣告であと人生がこれぐらいみたいに言われたから、その時思ったんですよ、高校生の時のバカ息子も異動で、はい、だからそんなもんなんだね人間って、なんかねこう何でも当たり前な時は気づかなくて、なくして初めて気づくっていう、だからまあ人間自体がやっぱりそういうダメなとこあるわけですよ、だからそれを普段から想像してね、あの当たり前のことは当たり前ねえんだっていうふうにやっぱりね思わんなれのよね、本当はね、なかなかでもね、はい、クロちゃんママさんありがとうございました。方言ロックアワー、町のヨーヨーヒデさんね、おばんかだっさ、11月4日のジェイコブコーラコンサート、チケット完売でいけませんが、大江町のようこそです、コンサートの感想と雰囲気をお聞かせください、大江町にはいいお湯ありますのでまだ来てきらっしゃいということで、ありがとうございます。ジェイコブコーラコンサートね、もう超満員で、なんか当日ももうこれチケット完売だったんですけども、庄内あたりからもね、かなりあの当日来たんだけどなんとか入らんねべがということで、かなりの方来てくださって、スタッフの方がね本当に心苦しかったって、あの本当にいっぱいでね、いやおかげさまで盛り上がりましたよ、ね、でその日パーカッションでねサポートメンバーで入った、山形ね富岡楽器さんでドラムの先生されてる鈴木陽子さん、私の中学校の後輩で、俺3年の時の1年生で、文化祭でですね、俺なんかかぐや姫とかフォークギターでやったのを見ていた、私見てましたっていうことで、いやいやいや感動しましたね、なんかほだな、だってそれ以来だからもう40何年ぶりの再会っていうかね、おそらく中学校時代は喋ったこともないと思うんですけどね、人生ってのは面白いですね、なんかやっぱり縁あるってことはこういうことなんだね、どっかで必ず繋がるっていうのはね、ヨヨヒデさんありがとうございます。村山市ピーちゃんさん、私は65歳の村山市生まれ村山育ち、生粋の村山っ子です、この間の放送ですすこすすこということで、岩尾さんわからねえって言ったけど今も普通に言ってますということで、寒そうな様子、すすこすすこって寒くてってね、これは、だからドジョッコだの船っ子だのというかなんとかこうって、あんまり山形では使わないけど東北弁でよくなんか使うよね、釣りっこさ言ってみたいなとか、こういうね、その感じなんでしょうね、スースーするのに子がついてすすこすすこね、ということで、いただきました。もう一通いただいたかな、すすこすすこネタね、あっけあっけ、おー30代の方からいただきました、おばねのおばこさん、おばね、おばなざわですね、この間の放送でおっしゃっていたすすこすすこするというのは、寒くて寒くてししゃますするししゃますするわ困っちゃうみたいな感じですね、みたいな意味ですって、30代の方からお選んだ、はあね、尾花沢出身ですが普段は方言を全く使わないので、ないだってマンズ、岩尾さんのラジオを聞くと本当に懐かしくて面白くて癒されてます、ないだってね、使ってきらっしゃい、なるべくこれもうネタとして使っていいですから、もう普段使わないのしょうがないですよ、30代でもネタとして使うとね、ねどやっぱり関西の人はやっぱり関西弁が一つのネタっていうかね、自分のなんていうんですかね、こうアイコンみたいな風になるわけだから、東北人はもうあれですよ、恥ずかしいもん、別に標準を使えるなら恥ずかしくないじゃないですかね、だからこれネタとして使っていくね、でススコススコ、こういう風にやってみてよ、なんだか俺も聞いたことあるような気がしてきて、すすこすすこてよって、私も使ってみました、一人で
急に寒くなってきたからね、ないんだが寒くて俺は小棚着てて、俺はすすこすすこってよって、わからねえぜ、なんて言ったらね、結構フィットしましてね、すすこすすこ。なんか、何度か使うと、本当にすすこすすこてって言いながら、寒い感じがしてくんだよね。すすこすすこて、ぜひ皆さん、使ってください。俺、普段から俺、方言の LINE スタンプかと言ってますから。その、場所場所で取り入れていくことで、楽しんじゃおうぜという、ね。なえ、だって今日あれですね、すすこすすこて大変ですよね、みたいな。ねえ、これだから例えば嘘を図法って言ったらね、俺らのこと図法言うなぜって、図法だべーって、だからほら国会の答弁とかでもそれは図法ですかみたいなね、図法を言ってるとおっしゃるんですかみたいな、そうするとなんかこう楽しくなってくるもんね、なんかシビアなシーンが、すすこすすこ運動ね、はい、ぜひ皆さん今日からすすこすすこて寒い時は、使ってみてきらっしゃい、ありがとうさま。ということで、一気に先週ご紹介できなかったお便り紹介したんですが、他にも天童のおばちゃんさん、河北町なごんぱさん、上野山ちゃーちゃんさんからもいただいてます。漏れてた方だったら申し訳ないです。だから、この後、もう今日あれだな。一口をついて出た山形弁もやめで、ひたすらお便りだね。今週分まだ一つも紹介できてないんで、この後も引き続き今日はもうお便り大特集で最後まで突っ走りたいと思います。おしゃさま。聞こえてきましたのは山口岩尾、1993年6月21日に発売になりました、平成5年ですね。最後のステーションを聞きながら、なんか番組終わるみたいだけどまだ終わりません、はい。11月25日土曜日、11月26日日曜日、いよいよ迫ってまいりました、山口岩尾還暦コンサート、還暦岩尾ぜ祭り120までまだ半分ね。会場は山形市東総アリーナホールでございますね。11月25日土曜日が午後3時の会場、3時半開演、ゲストが工藤彩乃ちゃん。26日日曜日が午後1時、会場、そして1時半から始まります。ゲストは白崎恵美ちゃん、そして彩乃ちゃんも山形にいらっしゃるということで来てくれることになりました。サポートメンバーはもう山形関連ミュージシャン、も素晴らしいミュージシャンが勢揃いです。駒込亮バイオリン、須藤満ベース、上原陽子パーカッション、そして長井出身のケーナ奏者、南米の笛ケーナですね、金子勲でございます。ということで、なんか最後のお願いみたいになってきましたけど、おかげさまでチケットはほぼ、完売しておるんですけども、11月25日土曜日の分が今日、今番組収録時11月、13日月曜日の段階ではローソンチケットにごくわずか残っております。ローソンチケットね、26日はローソンチケットは完売となっております。そして東総アリーナ会場の窓口では、こちらも25日分はごくわずか、残席あり、そして26日分は、席を追加しまして多少、まだあると、まあでも売り切れ間近という感じですね、両日ともね。そして天童八文字屋さんにもまだわずかに残っているようです。お問い合わせは東総アリーナ 023-689-1166、 023-689-1166、 こちらが東総アリーナ窓口ね。そして天童八文字屋さんが 023-658-8811、 023-658-8811 です。ね、残りあるかどうか、わずかになってますので、お電話でご確認の上、ぜひ、チケットをお買い求めいただければと思います。いやー楽しみだね、本当ね、なんか俺も日々ドキドキしておりますが、あと、本当に近づいてきました。25日26日の土日、東総アリーナでお会いしましょう。んだら、最後のステーションに乗せて、やっと今週のお便り、ですけども、初めてお便りいただきました、山形市爪天奈由さん、40代女性の方ですね。実は数年前から岩尾さんのラジオのリスナーでございまして、方言の温かさについ微笑んで拝聴しておりました。今では県外の友人と一緒にリアルタイムで岩尾さんのラジオ番組を楽しんでますよ。その友人は関東の方なので、
時折英会話かな、英会話、英語には聞けねえと思うけどね、あの山形弁フランス語に似てるって話もありますけど、私が通訳してます。これからも山形弁満載でリスナーの皆様に笑顔をいただけましたら嬉しいですということで、何だってね、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。見送ってよステーション。方言ロックアワー、村山市、ラジオネーム白鳥の荒勘親父さん。あ、これは白鳥、白鳥と書いて白鳥と読むんですよね、村山市。あ、これに関しては今ちょっとこれあっと思ったことがあるんで後で喋りますけれども、11月3日村山市のライブ、あ、これ産業フェアというねイベントで、野外でちょっとねステージトラックでライブをやったんですけどもね、面白いトーク度、すんばらしい曲に満足、念願の CD にサインまでしていただいてありがとうさまでしたということでね、ありがとうさまーす。で、これね、白鳥、そうそう、村山市の白鳥地区、白鳥って書いて、まあ白鳥なんですけどね、これ、この間ちょっとその話になって、あ、白鳥ネクテ、白鳥なんです、なんだかしたーってなったんだけど、これよく考えたらですね、白って書いて白だから白じゃないですかね。で、これ何言ってるか分かんないから、これね、俺ハワイに一時期よく行ってた時に、時々行ってたお寿司屋さんでですね、連れてってもらってた柳寿司っていう寿司屋があったんですよ。柳寿司ね、日系の方がやっている。で、これ地元の日系のまあハワイの方は柳寿司、柳寿司に行きましょう、柳寿司って言うんですけど、柳寿司ねがと思うんだけど、これであれですね、寿司なのに寿司に変わることが理解できないと話したら、なぜ寿司になるんだって言われて、本当に肌と思ったらですね、私以前サポートしてたあるアーティストの息子さんがインターナショナルスクールに行ってたんだけど、だから英語で育ってんだけど、1本2本3本とね、1本2本3本じゃなくて、ポンダのボンダのって変化すって、あれがわからねえと、日本語のやってみと言われてみとんだよね、なのよ。そういうことありまして、で、白い鳥とか書くと白鳥だとね、白鳥十郎、白鳥と思うんだけど、村山市は白鳥、白鳥って思うんですよね。はい、で、日本語でやっぱりこうその音の変化、多分1本2本3本っていうのは、これは発音しやすいことで、いろいろほら発音便とかありますけどね、こうやって変化 してきたんだよね。1本って言いにくいもんね、1本って言うとなんかこう腹筋すごい使うもんね、1本2本3本4本5本6本ふってことになるんだで、皆さん何気なくそう覚えてるけど、これ日本語で育ってない人にはものすごい難しいんですよね、え、という話。まだほだな話ばりすると、こう今日お便り大特集はつって、結局今週いただいた分まだ2通しか紹介できてないんですよね。だから当分頑張って、あれだな、頑張ってというか、いろんなコーナーも楽しみなんですけども、お便りとにかくねえ、出したのに、だってこれお便り書くっていうのはこの SNS の時代にね、LINE とかショートメールの時代に皆さんたっぷり書いてくださるんだもん、時間使ってね。え、だって先ほどもね、たびたび、さっき今日も言ったけど、うちの母親のね、弁当自分で洗えばよかったって、55で亡くなったからね、母親の人生の時間、弁当洗う時間っていうのを、なんか俺のために自分の人生使ってたんだなぁなんて思ったって話、まあね、今日もしましたけども、そう考えると、こうやってお便りを書いてくださる時間っていうのは自分の人生の時間だもんね、それぞれの皆さんの。だから本当にありがたくてね。ということで、ちょっとまだなかなか紹介できませんでしたけど、来週以降も、ちょっとお便り出したけど、なかなか読まれないってことは、ちょっとしばらく待ってきらっしゃいにゃ。うん、なかなかね、なかなかありがたいんですよ。でも本当に、こうで、ちゃんとね、いただくような番組になるとは私も始めた頃思いませんでしたけどね。ということで引き続きお便りお待ちしております。YBC ホームページリクエストボックスからリクエスト、書かなくても大丈夫ですから、ぜひ蹴でけらっしゃいっす。ね。ありがとうございます。
送りしてまいりました山口岩尾方言ロックアワー、あっという間の30分なんたけべす、楽しんでいただけましたでしょうか。最後は坂田の美希さんからのリクエストで、山口岩尾チョスナズ袖先エレジー、袖先愛かね、聞きながらお別れです。坂田からね、村山までないだってありがとうさまでした、ね、お便りも素敵なお便りありがとうございました。ちょっと時間がなくてね、内容紹介できませんでしたけども、あー図鑑大ネハ、今月11月25、26の土日、逃走アリーナでお会いしましょう。チケットは残りわずかとなってます。だらまだ来週、お相手は天童の山口洋でした。お幸せまーす。いつもほだなだ。ブスドワラサゲチョスナズタガインダハケジェないだって女すものばお前も持ったんだけどれどこで買ったけなやおへでけねがおらえんなよりも少すばれあだらすいなねがないだて女すものばお前も持ったんだけどれも冬が来る袖下げすぎたら忘れようあなたの思い出はチョスナズチョス回すすなずチョスナズ手所ずらすいさげ